11月九州の学生2人、森くんと美希くんはサークルの活動で出雲へ向かった。サークルは歴史とか妖怪怪奇寺社仏閣などの歴史散策や同人誌発行を行っていた。先輩、急ぎましょうよ。まあ、たソフトクリームっすか？ええ、わかめソフト？僕はいいでやんす。レアものに目がないんだから。私たちは道草しながら中国道をたどり、島根に入る。県道を走り、赤名というところで、いにしえ社の赤名八幡宮へ参拝した。社殿や神木の凄さに圧倒された。すごい巨木ですね。3、40メートルはありますよ。ミキ君が感嘆の声を上げていた。神社を出ると、しばらく走り、道の駅により中国産地ではよく食されたワニ料理をいただいて腹ごしらえをした。先輩、ワニっすか？クロコダイルとか。ワニといっても、あのアリゲーターとかじゃなくて、稲葉の白ウサギ神ワニも出てくる、いわゆるサメである。アンモニアを含むため腐敗しにくく海から遠い中国山地ではよく食べられていたらしい。この辺りは毛利軍と尼子軍が激突した場所であると言われている。定石もある。今回はいわゆる日の本の神々が出雲に集まり会議するという神在月の出雲大社が最終目的なのだが、その前に一箇所寄りたい。場所があった。ミキ君と車に乗り、しばらく走り山中のクトという集落へはいる。集落には龍神川が流れている。この川は流れて大きな川に合流し、日本海へと注いでいる。ここに二群山と呼ばれる小さな山があり、麓にお社がある。縁起式外視屋だが、なかなかのいにしえ社で、山中ながら和田罪の神を祀るらしい。境内社は2つあり、仁江島九頭神社と大穴無知神社である。車を神社側の草むらに止め歩き出す。山は2つの丘から形成されていて、クジラのような形をしているらしい。名前が変なのだが、由来は毛利山この激戦でこの辺りで両軍が対峙したゆえとも、何やら古代の呪い言葉か何かに由来するとも今はもう不明である。この山は実は近年古墳であることが確認された。木戸良古墳と呼ばれている。古墳時代後期の前方後円墳であると言われているが、詳しい調査はなされていない。古代の祭祀物などが麓の神社本殿近くから出土しているらしい。最近では銅剣と銅鐸が発掘されている。銅鐸は特殊で文様が龍神というか蛇のような文様で、複数の首があるらしい。のちの矢、またオロチの大蛇伝説に絡んだ文様なのかもしれない。この神社は何て言うんですか？えらく古いですよね。ここかい？ここは九頭神社と言うんだよ。ここはね、昔は赤名周辺は豪族赤名、赤い穴と書くんだけど、そこの領地でね。で、この辺り白頭氏という豪族の領地で、彼らが奉祭していたらしい相当古い一族で、平安以前からこの地に根を張っていたらしいよ。だけど古い呼び方だと別名を木戸良大明神または木戸良三首明神とも言うんだ。で、この九頭氏の一族が瀬戸内沿岸赤無あたりに赤夢荘園を得て土着したのが海賊系五州っていうの。彼の地のいわゆる海賊大名九頭氏だね。そんな話をしながら境内に入り、参拝し見て回ることにした。この地の九頭氏は戦国時代後期尼子毛利の戦いに巻き込まれ、本流は滅んだと言われ、神官としてその暴流がわずか残っていた。社務所は閉まり誰もいない。社殿は古くなかなかの構えである。
張り紙があり、御朱印、祈祷などご相談は杉山神社へと書かれている。どうも兼務のようだ。数年前は御朱印がいくつかのブログに出ていたのであるが、どうも近年鮭が廃絶しているらしい。夕方近くなり、何やら風が強くなり始めていた。空が少し曇り始めた。私は考えていた。これは真実は不明なんだが、ここにも勘定されている仁江島神社という赤虫の神社が、最近都市開発で遷座したり、戦時中の不発弾の爆発でその境内が爆発したとか、それは何か政府が意図的に起こしたのだというような掲示板系を中心に都市伝説が流布していた。何があったのだろう。ここの祭神は根和田摘みのか、みみたいなんだけど海の神様ね。不思議ですよね、こんな山ん中で。縁起の写本による伝承では、ここに羽、元は、いや、またのオロチの原型と言われるキドラ竜神、三つの首を持つオロチネがお祭神だと言われてるんだがね。へえ、すごい妖怪っすね。か、スサノオ伝説との関わりとかは不明だよね。いや、またのオロチとの関係も不明だ。やがて肌寒い風がますます激しくなり、稲光が遠くで見えた。ミキ君、そろそろ行こう。先輩、予約したホテルに遅くなるって、確認電話入れときますね。あれ、電話が通じない、おかしいな、この辺で。さっきは電話できたのにアンテナが立ってない。ふと見ると、拙者の仁江島神社のそばに、一人の少女が立っていた。14、5歳に見えた。少女が近づいてきて話し始めた。なんか嫌な予感がする。森さん、美希さん、お願いがあります。私は、ウエトリアンナと言います。ここの前の宮司に、上園の者です。お願いというのは、もう時間がないので、重要なことです。この神社の裏に岩があります。そのそばには、竜神川の流れがありますが、そこへ5人のある者たちが宝具を持って今から来ます。竜神族の8人の守護者の残りの者たちです。その宝具を奪って破壊してほしいんです。ただならぬことを言い出す。嘘話ではないようである。なぜなら少女は不思議な光をまとい、以前の経験からこれは明らかに生身の人ではないのがわかる。なぜ？と私は聞き返した。あなたはご存知のはずですが、昨年赤虫の仁江島神社にて爆発事故があったのをご存知でしょう。あれは全て事実です。古代の神を復活させようとした者がいたためです。その拠点は3箇所あり、岡山の木の城山の竜神の、岩赤無湾の仁江島の姫路、まあ、そして五穀島神社のある二郡山の古墳周辺。竜神岩はすでに60年前の地震で完全に崩壊しています。仁江島は例の不発弾爆発で壊滅。残るは五穀島神社と多郡山の木寅古墳です。これを封じないと古代の竜族の祖神の一柱三首の竜神が蘇りますから、必ず封じなければなりません。古代から伝わる宝具を破壊すれば、古墳の底で眠るものは蘇ることはありません。彼女の何やら不思議な話が、声ではなくじきに私に映像とともに流れ込んできた。精神感の音か、念話というのだろうか。彼女はスーッとご神木の上へと光になり消えていった。辺りが暗くなり、風が吹く中、サークル状の大岩のそばに川からいつの間にか5つの人影が近づく。
ピチャピチャと足音がする5つの影。行くぞミキク。うん。はい、先輩。私たちはサークルの真ん中でノリとの栄翔のようなものを唱える奴らの背後からアイデンそばで拾った手頃な材木を手にして乱入した。奴らは慌てたようでくぐもった声を上げた。お前たち、よせそれを返せ返せ。お前たち、よせそれを返せ。奇襲をかけた混乱に乗じて大きな宝玉のような宝具とやらを奪い取り逃げ出した。しかし彼らは剣を片手に追いついてきた。異様に足が速く力が強い。境内の草むらで転がりながら彼らの剣を避けながら必死で宝具を守る。ミキ君は南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。ミキ君が二人に囲まれ草むらで材木を振り回しながら終始のお題目を唱えていた。南無妙法蓮華経、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 南無妙法蓮華経。ミキ君の声がする。私はもう三本の剣の斬撃を避けるそうにないと感じた。これで終わりかと懐にあったお守りをつかんで一心に出雲の神々に祈った。その時、光が現れてまばゆく光、人型に固まると、軍服姿の見覚えのある姿になった。五種の軍刀仕立ての光る日本刀を抜くと、銅剣をなぎ払い、五人の黒い影の者たちを袈裟掛けに切ったように見えた。雷鳴がして、弾かれたようには寝飛んだ五人の影は倒れた。覗き込むと、奴らは鱗状の皮膚をしていた。目は爬虫類のそれに見えた。やがてあたりは静かになり、風が収まり始めた。かすかに境内にまだ残った虫の声が聞こえる。人は自らの名を名乗る。児玉源太郎の御事であります。神有月で能出雲に来ちよった。相変わらず新人は欠かさぬようじゃの。結構じゃ。ほれ、その宝具の玉はわしにくれ。出雲の狼にお渡しして砕いてもらうわい。光が空に昇りながらそう言うと闇に消えた。傍らを見ると、ミキ君が放心状態で座り込んでいた。先輩、大丈夫っすか？ああ、なんとかな。しかしまた助けられたよ。児玉神社のお守りは、霊言あらたかだな。さすが武神だよ。まったくね、ありがたいことだ。ミキ君がよろよろ歩きながら、やってきた。先輩、早く町まで行って宿で温泉入りたい。寒い寒い。それにしても先輩も宝具の玉を守って逃げ回ったから草だらけ土だらけですね。ああ、ああ、そう訴え、玉だけに転げ回りましたから。